レスリング柴田三条。どうも柴田です。皆さんこんにちは。今日なんですけども、ちょっと久々にね、漫画レビューみたいなことをねやろうと思うんですよ。で、今回読もうと思ってるのが鬼滅の刃。まあ今めちゃめちゃ流行ってるよね。なんかグッズのなんか販売会とかも長蛇の列ができたりとか、もうちょっと社会現象になるぐらい鬼滅の刃って流行ってるじゃないですか。で、これをね、僕全く見たことないんですよ。コミックスも一巻も読んだことないし、アニメも一話も見てないんですけども、これを、まあ、これからちょっと新幹線で移動があるんで、これ移動中に読んでみようかなと思います。で、まあ、最初に言っておきますけれども、これ面白かったら面白かったって言うし、でも、つまんなかったらつまんなかったってボロクソに言います。はい。なんで、今僕この動画を撮ってて、多分3時間後、4時間後ぐらいに、またこのコミックスを何巻か読んだ感想を皆さんにお伝えするんですけど、どっちに触れるかは正直わかんない。わかんないんですよ。はい。わかんないです。なんで、皆さん、覚悟してください。鬼滅の刃好きな人、ボロクソに言われるかもしれない。ね。僕ね、34歳なんですよ。34歳。おじさんですよ。ね。で、まあ、鬼滅の刃って、週刊少年ジャンプでしょ。週刊少年ジャンプの漫画は、34歳のおじさんが読むようには作られてない。ね。対象年齢はもっともっと低いんだよ。だから多分、キッズが読んだら楽しいと思う。キッズが読んだら楽しいと思うんだけども、果たして34歳のおじさんが読んで面白いのかどうか。これ今から僕読むんで、リアルなおじさんの、声、気持ちをですね、皆さんこう聞いてください。で、もしね、もし、いや、もう自分が好きな漫画がけなされるのが嫌だと。自分が好きな漫画の悪口を言われるのが嫌な人は、ここで動画を止めましょう。ね、言う可能性あるから。悪口を言う可能性あるから、ここで止めましょう。うん。ね。俺はね、でも、34歳だからさ、自分が好きな映画だとかさ、漫画だとか小説があってさ、それをね、他の人がつまんないって言っても、俺はいいの。で、他の人が、あんな映画を好きな人は本当に頭が悪いとか、そういうの言ってもらっても全然いいんだ。あ、そういう意見もあるよねって、俺は、思える。だから、その自分が好きなものに対してどんだけけなされても、俺は何にも思わないし、逆に、ああ、なるほど、そういう意見もあるんだなって感じで、割とその、楽しく、その人の意見を聞けるんだけども、やっぱね、今のね、若い子ってね、自分がね、好きなものをけなされた時のさ、その、憎悪のさ、怒りのパワーってすごいじゃん。で、全力でその人のことを否定しにかかるじゃん。好きな YouTuber を叩かれた時とか。ね、全力で否定にかかるでしょ。でもさ、ね、そういうこともあるじゃないですか。自分が好きなものを嫌いな人も絶対いるわけで、で、じゃ100人人間がいて、100人が100人好きな漫画があったとして、100人のうち80人がそれ好きな、ね、漫画があったとして、それは本当に面白いものなのかといったら、そうとは言えないじゃん。ね、江頭がさ、100人見てる人がいてさ、一人でも笑ってくれればもうそれは俺はそれでいいんだみたいな言ってるけど、ね、そういう漫画だってあるし、そんな中で、だからその自分が好きなものを批判する人だっているのよ。だからそういうのもオッケーな人だけこの先も動画を見続けてください。僕マジで多分ですけど、34歳なんで、鬼滅の刃ボロクソに言うと思います。なんで、自分の好きなものをけなされたくない人、悪口言われたくない人、ね、鬼滅の刃のことをなんか少しでも悪く言って欲しくない人は、はい、閉じてください。はい、閉じた。帰った。はい、さよなら。はい、そんな感じで、今からちょっと新幹線で移動があるんで、鬼滅の刃読みたいと思います。リアルな、感想はどっちで触れるんでしょうか。はい、それでは行ってきます。
はい、そんな感じで、ちょっとね、ビジホまで移動してきたんですけども、その移動途中にですね、読みました。とりあえずコミックスを1巻から5巻まで買ってですね、でこれを一応全部じゃないわ、途中まで読みました。で、まずね、言いたいのが、これすごい人気なんだね。あの、僕途中で本屋に、まあその最初本屋に行ったんですよ、その買おうと。そうしたら1巻だけ置いてあって、あと2巻から10何巻までが売り切れだったんだよね。で1巻だけたくさんあるみたいな感じで、まあとりあえずまあいいやって言って1巻買って、で1巻買って、で途中新幹線乗り換えだったんで、その乗り換えの駅でまたちょっとイオンに行ったんですよ。イオンに、でイオンの本屋さんが、これまた鬼滅の刃ほぼ売り切れっていう感じで、今結構いろんな大きい本屋さんなのに鬼滅の刃が売り切れてるっていう状況らしい。で、まあ、ちょっと本屋さんぐるぐるって回って置いてあるところは見つけたんだけどね。ただそのあれよ、そのすごい有名な純駆堂とか、そういうあの割と大手の結構でかい本屋さんなのに鬼滅の刃があの売り切れてたりとか、あとは置いてある本屋さんでももうなんか本棚に並べてないでカードみたいな、はい、鬼滅の刃1巻2巻3巻4巻みたいな、こんなね、テレホンカードって言っても分かんないか、スイカとかさ、そんぐらいの小さなカードよ、そんぐらいのカードがこう並んであって、これをフロントに、ごめんなさい、お会計レジに持っていったらあのコミックス出しますよみたいな感じでカードが並べてあるみたいな、もうあまりにも売れすぎてるからそんな感じになってる。もう売り切れ続出で、ある在庫ある本屋さんでももう、レジの後ろにもバーって並んであって、でカードを渡したらあのコミックスと交換してくるみたいな、でコミックスは買えるみたいな感じでですね、俺こんな見たことないからすごいことになってんだって、鬼滅の刃そんなことになってるかと思ってね、っていう感じだったんですよ。まずすごい売れてるなというのと、あと売れてるものに対して、大ヒットしてるものに対して俺がどんな意見を言おうと、例えばこれが賛成というか、これを俺がね、あすごい面白いよって言おうと、まあそのまあそれは売れてますしみたいな感じだし、いや逆に俺がめちゃめちゃ批判しようと、結局でも売れてるんだからこれでよかったよねっていう、俺がここが気に食わないとか言ったところで、これもう実際売れてるし、もう別にこの批判とかこの批評とかにももはや何の意味もなさないなとは思って、まあ売れてることが正義だから、ヒカキンなんかも全然面白くないしクソみたいな動画しか出さないけど、まあヒカキン売れてるじゃないですか、だから売れてるしみんなが見てるってことは、まあもう否定のしようがないみたいな、ヒカキンはつまんないけど売れてるんだからしょうがないよねっていう感じだからさ、鬼滅の刃も同じで、あこれってもうもはや俺が口出ししていい次元にいないぐらいの大ヒットを収めてると思いました。はい、まあとはいえね、とはいえ僕の、あの感想もちょっと言いたいんで、ちょっと言わせてもらいます。まずね、ストーリーからざっくりと説明すると、主人公は、大正時代かなんかな、大正時代が時代背景で、主人公は、まあ、田舎に住む炭を売ってる、少年なんだけど、その炭売りの少年が、炭を売りに町に出ている間に、だからその鬼に家族を皆殺しにされたんだよね。で、この漫画の設定として鬼はちょっとゾンビ的な、よく映画であるゾンビ的なちょっとその特性を持ってて、なんか鬼に噛まれたり殺されたり血を浴びた人はそいつも鬼になるみたいな、ゾンビもさ、ゾンビに噛まれたらゾンビになるみたいな設定ってよくあるんじゃん。こんな感じで鬼に噛まれて、鬼に殺されて鬼の血がかかると鬼になっちゃうよみたいな感じで、まあそれで鬼がこういるんだと。っていう中で、
主人公の住売が町に行ってる間に家族を皆殺しにされまして、で、まあ妹は息があったんだけど、唯一皆殺しにされたと思ったら妹だけちょっと息があって、で妹は生きてたんだけど、でも妹は鬼に噛まれたか鬼の血を浴びたかで、鬼になっちゃったみたいな。で、主人公の、はまあ家族を皆殺しにされたから、まあその敵討ちのためなんかな、まあその鬼になった、鬼になって正気が戻ってない、なんかこうちょっとバーサーカー状態にある、妹と一緒に、まあこう鬼滅隊、あ、鬼鬼殺隊か、鬼を殺すと言って鬼殺隊って言って、人をぶっ殺す鬼もいれば、その人をぶっ殺しまくってる鬼を退治する隊があるんだって、あの軍団が。でその鬼殺隊に主人公は入って、で自分の家族を皆殺しにした鬼を倒すのかなみたいな感じです。俺は2巻まで読んだんだけど、こういう感じだったでした。はい。でね、まあ正直言いますよ、正直言います、1巻読んでね、1巻読んで僕、うわこれ結構面白くないって掴まれちゃった、ガッと心を。なんかね、やっぱね、ジャンプ漫画でやっぱ特にヒットして売れてる漫画って1話って面白いよね。あのワンピースってまああるじゃないですか。ワンピースの1話ってすごい面白かったのよ。っていうか1話の前にワンピースって実は読み切りがあって、でその読み切りが実はめちゃめちゃ面白かった。シャンクスが腕をこの失うところで、でところまでやるんだけど、その1話でね、でもうその最初のこの読み切りのワンピースがくっそ面白くて、そっから連載が始まって、でワンピースまあもう今もう死ぬほど売れてるわけじゃん。やっぱね、1話の引きってすごいのよ。っていう中でこのね、鬼滅の刃もこのコミックス1巻とかの1話の引きがすごい、うわめっちゃ面白いこの設定。そしてなんかこう悲しいんだね、すごい悲しい、あの主人公がかわいそうみたいな感じでね、こうなんか感情移入するようなうまい感じのもう絶妙な作りになってて、これはなるほど売れそうだなと、これは化けそうだな、化けそうな漫画だなってコミックス1巻をね読んでね思ったんですよ、思いました。そしてですね、僕はそのいろんな本屋さんを回ってですね、2巻から4巻までね、買ったんですけども、あのね、もうこっからごめんなさい、もうちょっと言いますけど、僕2巻でもうあのもういいやってなりました。というのもあ、こっからもね、結局その2巻からというか、まあ、1巻の途中からなんだけども、あ、やっぱり少年漫画なんだなっていう風にな感想になっちゃった。というのもその主人公の炭治郎くんっていうのかな、炭治郎って書いて炭治郎くんがね、家族を、まあ、皆殺しにされてだね、鬼に皆殺しにされて、で、その鬼殺隊っていう鬼をぶっ殺す軍団に入るっていう風になるんだけども、そもそもその炭治郎くんが鬼殺隊になんで入ろうと思ったのかみたいな、それこそ家族を皆殺しにされたから許せねえみたいな、鬼ぶっ殺してやるぜみたいな感じの感情の動きみたいのが、正直ちょっとコミックスでは、その情報が足りてないというか、そういうなんか鬼許せねえみたいなところがあんまり書かれてなくて、なんかこういつの間にかそういう流れになってるみたいな感じなんだよね。とか、あとはその主人公の家族を皆殺しにした鬼みたいのがいるんだけど、それがね、名前がね、
まあ、なんかいるのよ、その主人公の家族を皆殺しにした鬼がいるんだけども、なんかそいつを見つけ出してぶっ殺すみたいなことにコミックス2巻の途中からなってんだけど、もうそもそもそのくだりをちゃんと書いてないというか、その主人公がなぜ、自分の家族をぶっ殺したのが、その何々ってやつなのかっていう、っていうのを主人公がそいつを知るに至った経緯がちゃんと書かれてないんだ。だからなんか、コミックスで結構その描かれてるのはその、鬼殺隊、鬼を殺す軍団に入るための修行みたいなのがあるんだけど、そういうところをすごいたくさん描いてたりとか、あとバトルシーン、鬼とのバトルシーンをすげえ描いたりとか、必殺技とかたくさん出てくるんだけども、なんか俺が見たいのはとか、そのもっと書いてほしいのは、その主人公の心の動きなんだよね。いやこう、鬼に、妹を鬼にされたりとか家族をぶっ殺されたりして、っていう中で、まあそのまあ、自分は鬼を退治したいと思うようになった経緯だとか心の動きっていうものをもっともっと書いてほしいのに、やっぱこうそこはやっぱ少年漫画だからか、修行シーン、もうハンター試験だよね、ハンターでいうハンター試験みたいな感じでさ、なんかまあ鬼殺隊に入るまでの経緯というか、鬼殺隊に入る試験の方の試験の内容の方をさ、こう重視、してさ、すごい書いちゃってさ、で主人公の心の動きとか行動、なぜこういう行動したかとか、なぜ今主人公 はこういうことをしてるのかっていうのがあまりにもその描かれてなさすぎる、うん、だからまあもう最初に多分もう設定は全部決まってると思うね。あ、こいつが主人公の家族を皆殺しにしましたとか言って、で他には、鬼殺隊にはこういうメンバーがいてみたいな、こういう性格で主人公にはこういうふうに思ってますみたいな、全部設定表とあとはその人物相関表みたいなの出来上がってて、でまあある程度決めて、でストーリーの流れも決めてこうね、漫画を描き進めてるんだろうけども、だからかもうなんかもうそれを追っていくんだろうね、もう週刊連載で忙しいからそれを追っていくのに、まあ一生懸命なのか、結構ね雑なんだよね、雑っていう感じで、ちょっと俺的にはあやっぱりこれってどこまで行っても少年漫画だし、俺がもっと書いてほしいところとか、俺がもっと知りたいところっていうのはあまり重要視されてないな、まあ少年誌だし仕方ないかっていう感じの結論に至りましたっていう感じでですね、結局34歳のおじさんが読むには最初面白いし、あ設定としてはすごい面白いなと思ったし、あすごい儚くて悲しい設定で、これってすごい面白くなりそうだなと思ったんだけども、やはりどこまで行っても少年誌だなっていうことで、34歳のおじさんはこのコミックス、2巻でですね、2巻でちょっとギブアップしてしまいました。はい、まあただ面白いね、面白いと思うよ、まあある程度我慢して読めばちゃんと面白いんだと思いますっていう感じでですね、まあまあ最近の、ジャンプ漫画を、まあしかもめちゃめちゃ当ててるジャンプ漫画をちょっと、触れてみてですね、まあまああなるほど、まあ今こういうの受けてるんだっていう感じで、ちょっと勉強になってよかったです。はい、そんな感じでね、つまんない漫画ではないと思う、全然そのまあめちゃめちゃ売れてる漫画に対しては言うのもなんだけども、全然そのつまんない漫画ではないんで、まだ読んでない人はちょっと読んでみるのもいいかもしれません。まあ、あとアニメがやってるんだね、でアニメの方がもしかしたらそこら辺の情報不足なところは補足して語られてるのかもしれないっていう感じで、ちょっとアニメの方がちょっと俺気になるかなっていう感じですね、今では。はい、な感じでですね、柴田が、鬼滅の刃を読んだ感想をお話しました。お疲れ様です。
友達も明日を切らずにいられない。